光は、三浦紫音による日本の小説、及び、それを原作とする日本の映画。小説は2008年11月に集英者より、出版され、2013年10月に集英者文庫より、文庫化された。2017年11月に、大森達志監督により、映画化された。東京の離島、三浜島に暮らす、中学生の黒川信之は、同級生の美香と交際していた。 同じく島に暮らす小学生のタスクは父親から虐待を受けており気にかけてくれている信行を兄のように慕っていた。唯一の宝物のカメラをいつも持ち歩いて信行の後をついて歩いている。ある夜、神社の境内でミカが男に侵されている現場に遭遇した信行は月光に任せて男を撲殺してしまう。その直後、島を 大津波が遅い多くの人命を奪った。信行、美香タスク、他に数人の大人が生き残ったが、その大半は島を離れる。信行の罪は大災害の影と共に闇に葬られたかに思われた。25年の月日が経ち、信行は公務員として働き、妻と幼い娘と共に平穏に暮らしていた。美香は本名を隠し、 笹浦美希という芸名で女優として体制していた。過去の経歴や蘇生を明かさないミステリアスな女優として人気を博している。そんな二人の前に島で暮らしていた頃の面影はすっかり消え、低賃金の肉体労働に身を費やしているタスクが現れる。25年前のあの夜、信行が殺人を犯した瞬間をカメラに収めていた、タスクはその写真をネタに必要につきまとい ミカオも脅迫する。光は2017年の日本のサスペンス映画、大森勝氏が監督と脚本を務める。大森監督が三浦紫音の作品を映画化するのは、マホロ駅前、ただ弁理券、マホロ駅前競争局に続き3度目。出演は監督のさよなら警告に出演した井浦新とマホロ駅前、ただ弁理券を、 はじめ三度目の監督とのタッグとなるエータ。井浦とエータは初共演となる。2017年10月31日、第12回ローマ国際映画祭のオフィシャルセレクションで上映された。撮影は2016年8月20日から9月27日にかけて、豊島、川崎市近郊で行われた。光に関するカテゴリー、ありがとうございます。